今回の山会 TV は路上で演奏しているミュージシャンにプロバレーダンサーこと山会が乱入するというものである。乱入した山会に何が起こるのかしかと見よ。ちょっと発見したんでちょっと行って行けるかな、誰か怒られるかな。ミュージシャンを発見したが乱流を前にもたつき山会、これは単純に落ち着いているのか、それともダンスと音楽という確率の融合前に下の雨釣りをしているのだろうか。オーラが変わった山会、すると次の瞬間ダンサーの乱流に何の動揺も見せないミュージシャン、芸術に形などないということ、芸術とは瞬間であるということを理解しているのであろう。共鳴した鼓動の快感に2度目の乱入を図る山会、またしてもついてこい。直ちは互いの芸術という言語を通した戦友の会話が聞こえる。何やら挙動不審な山会、新たな芸術を前にし鮮やかなインスピレーションの渦から何かを取り出そうとしているのか、これが新しい芸術の形なのか。僕とご覧あれ、夜中の音と踊りの調和に見る者の筋肉が伝わる。私だったらおそらく膝から崩れ落ちているだろう。どうも、山会 TV です。こんにちは。アンドパン奏者の峰本加藤です。峰本さんでした。それでは動画のご説明をお願いします。はい、動画のご説明をお願いしますということで、今回はストリートパフォーマンスをやってる人の中に突っ込んでみたっていうやらせドッキリでした。何を言ってるかわからない山会のために私が代わりに説明しよう。そう、この企画、乱入ドッキリ、異なる芸術による魂の会話などではなく、全て事前に打ち合わせていたドッキリなのである。夜から低評価をしたやつを高評価に戻してください無理な要求である。やらせでした。ありがとうございました。しかし、何にせよ、この企画により新しい芸術が生まれ、見る者の魂に何かを残したのは確かであろう。それでは、せーの、Please like and subscribe! バイバイ。チャンネル登録お願いしまーす。Yeah, and Please like and subscribe! バイバイ。